はい、こんにちは。有限会社 yy の和田でございます。新型改革研究者及び旅のデザイナー今日は庄中からお届けしております。よろしくお願いいたします。11月27日です。1日置いて状況が分かりました。 エンンディング産業展情報をお送りします昨日のね、情報では私が9000人ぐらいだという話をしましたけど、これやっぱ2日続けての9000人でした。初日が4625人、2日目が4774人で、3日目が4508人です。で、合計1万3907名。つまりですね、去年よりもね、 えー、半分ぐらいですね。ちょうど半分ですね。まあ、実際は中部からも関西からも、えーと、東北からもいらっしゃらなかったというのが、えー、こんな状況でございます。<laughs> でも2日目のが多かったっていうのはね、私もちょっとね、びっくりしたっていうのがね。でも、NHK とか朝日テレビで報道されたから、うん、まあ、 まあそこで見てみようかなという方々もいらっしゃったのかななんていうことも考えられますでそんな中でもう一つえ会社さんの紹介をしたいと思うんですよちょっと面白いので、えー、紹介させてください「森玉」「森玉」ってどういう字なのかといったら「 守る玉です。これね、何かと言ったら、真珠を使ったメモリアル商品をの開発してる会社です。ここね、会社がね、あの、化粧品を開発してた会社で、その中で、五島列島で育ててるアコヤ貝を使った、えー で、真珠を作る。その真珠の中には、核となるものが何かと言ったら、えっ、ー、と、IC タグを入れる。で、その中に遺骨、ペットですよ。ペットちゃんの、猫ちゃん、ワンちゃんの遺骨を入れる。それを特殊な樹脂で加工し、作ったもので、それを核としてアコヤ貝に入れる。 で、あの、ワンオーナーとして、えっ、ー、と、8つの、えー、ものを、核を作るんですよ。で、大体できるのが、えー、と5つから下手したら3つ。場合によっては、1つしかできないときあるんですね。これを入れて、核に入れて、貝を、まず最初は、えー、岸の方で養殖する。だんだん大きくなったら、 それをまた外に戻す。外洋に戻す。これね、長崎の大学の先端技術を使、やってらっしゃる、まあ、研究されてる先生と共同でやってることで、まあ、あの実際私の義理の弟が真珠屋で、えーまあ、伊勢とかもいろんなところに行って、あのまあ、養殖用嬢さんと話をして、ちょっと話を聞いたところが、えー、まあね、脱角、脱 死んじゃ者をもいれば吐き出し者を解もいるそれをまたや,らなやり直さなきゃいけない私としてもねこれ解がね脱核角を出しちゃった場合ねこれどうするのかって私聞いてみたんですよそしたらやはりまた磨き直してまた新しい核に貝に入れるというだからワンシーズンツーシーズン待っていただくという形になりますで これがきれいに大きく育ったら、だいたい5つぐらい育つことが多いんですけれど、全部、やつ入れたところで全部育つわけではないので、育ったもの、できたものはお客様に差し上げる。で、お客様はそれを、パールですから、それをどうするにしても、あと、例えば、ペンダントとか指輪にするにしても、ネックレスはね、ちょっと書く中にあれ入れると、 貝とか、えっ、ー、と、骨と、あと、IC チップ入ってるから、えー、壊れちゃうかもしれないので、逆に、えー、ペンダント、ペン、あ、まあ、ペンダントでもいいし、えー、ブローチでもいいし、指輪でもいいし、そういうものをして、手元供養として、えー、持っていただきたい。なぜ、これがペットなのかって言ったら、人間で、ね、 ペットロスの方がシビアなんですよ実、実は。で、よく考えてみてくださいよ。旦那にいびられた奥さんが、旦那の遺骨持っていきたいかって言ったら、ほとんどが脳なんですよ。そうするとさ、旦那が亡くなるとさ、奥さん、イエーイってやって、20年間くらい長生きするんですよ、奥さんの方が元気で。ね。私の友達はついこの間な、なんか旦那に怒鳴られてた、あのー、奥様がいらっしゃって、 でね、そこで「大丈夫ですか?」って声をかけしたら「大丈夫なわけないでしょ!」って逆に喧嘩をの矛先をあの友達に向けられてしまって「ああこれは触らぬ神にたたりなしだよね」なんて思いながらでもご本人としてはやっぱり何か助けてあげたかったっていう気持ちがあったら逆に刃がそっちに向いてしまったという、ねまあ、そんなような時代の方々がいまだに昭和の人たちはいらっしゃって。 いらっしゃるので、そんな方々の、えっ、ー、と、遺骨なんかよりも、ペットの遺骨の方が、ずっと、気持ちがいいわけですよ。苦しい時は、自分のところに寄り添ってくれるワンちゃん、猫ちゃんの方が、ずっと大切な家族なわけで。まあ、そんなのがね、エンディング産業で出てきてたんですけど、で、このね、ものというのは、五島列島で、えー、養殖してるアコヤガイです。 これ、純日本のアコヤガイだっていうことでした。で、もう一つは面白いことには、まあ、この樹脂、特殊な樹脂なんですけれどえ、光に当てると透き通ってるんですよ。だから、まああんまり巻いてるっていうわけじゃないんですけれど、あの、核が透き通ってるので、樹脂ですから、あの、普通のセラミックとかではないので、そうするとね、 遺骨が、ね、見えるんですよ。猫ちゃんたちとかワンちゃんたちの。で、やはり特殊な形、特別な形の遺骨を入れるので、皆さんちょっとあの、ちょっとこうなってるとか、ちょっと枝がこうなってるとか、なんかそんなような遺骨を皆さん入れたがるので、それで、皆さん、ああって言われるんですね。で、私、再三合うんですかって聞いちゃったよ。 会わないですって、ほとんどって。会えばいいんですけどって。でも、社会貢献のためにやってらっしゃるっていう会社なんですよ。でね、この会社ね、まあ、真珠葬と言ってます。真珠の葬儀。では、葬というのは何かって言ったらね、やはり私もちょっとね、伺ってみたんですよ。葬そのものは何なのって。葬儀の葬なんですけど、 やはり、送るという言葉もあるし、えー、思いという言葉もありますよね。あの、こ愛、あうっていう字に心。ねで。そういうのがいっぱいあるよねって、送る、思い、えー、まあ、いろんな層っていうのはあります。ね。こうやって、ワンちゃん、猫ちゃんたちをこう、送ってあげるという気持ちの会社でございます。 これはね、今回初めての、えー、展示だっていうことだったんですよ。で、中にはね、やはり昨日だったかな申し上げたように、新、え、宿、ー、屋さんとか新しい方々がいっぱい来てらっしゃった。で、見れなかったなーっていうのが私はね、ちょっと皆さん残念だったなっていうのもありましたけれど、何しろこのコロナの陰でね、もっともっと発信していってほしいよねなんて言いながら、 あの、この難しい難題、まあ、本当に難題ですよね。あの、コロナでイベントをやるということで、えっと、どうやって、あの、自分の健康を保つかとか、それはすごく難しいことでしたけど、こうやって頑張ってきてくださった会社さんがいらっしゃって、社長さんも素晴らしい方だったということで、ちょっと私、紹介したいと思いました。で、社長さんがですね、えー、ちょっとね、 ここにちょっと名詞を持っているんですけど、ウービーという歌詞ですね。株式会社あ、ウービー株式会社、森の、あ、虹の森玉、ウービー。あの、もしご機会があれば、あの、皆さんにもちょっと、このホームページもリンクを貼っておきますので、見ていただきたいなということでございます。ご清聴ありがとうございました。 以上でございます今日は